I have got a mail from Mr. Reynaldo Luna, USA, in which he offers me help to make an investigation of Bryce Integrios Giant, a mail dated on October 3rd, 2016, in which he writes to me as follows. I live by the Blythe. I plan on going next week. Is there anything specific that I should look for? This sort of offer makes me the happiest. Oh, I wish I could do it, or I wish I could go to Blythe by myself to examine it. Thank you very much for your offer, Mr. Reynaldo Luna.私はレイナルドさんにですね、いくつか調べてほしいことを箇条書きにしてお願いしました。それに対して、わかりました。火の谷へも行ってみます。ブライスからは遠くありません。メサ・ベルデへは2017年の4月に行ってきます。ところで、マニと崖住居をあなたは知っていますか？広島市、浜松市、ジャパン。レイナルドさんが教えてくださったマニトークリフデュアリングス、マニトー崖住居へ皆さんを案内します。ここがマニトー崖住居です。崖の中に住居が作られているという意味だと思います。で、この住居を見てですね、真っ先に思い出したのが、マリのドゴン族の、クリフ・ドゥエリングスということになります。崖、住居ですね。崖の中に、住居が築かれているというわけです。インドのアジャンタの遺跡とも酷似しています。が、宗教施設ではありません。住居です。で、この住居について調べてみました。今も言いましたように、この住居はアフリカのマリのドゴン族の崖住居と大変よく似ています。で、今度は皆さんをドゴン族の崖住居へ案内します。これがドゴン族のクリフ・デュエリングスということになります。やはり崖を利用してですね、その中にこのような住居を築いたというわけです。マリのドゴン族については何度も説明してきましたが、大変、大変謎めいた民族であるということですね。そのマリのドゴン族の住居とマニ島の住居が大変よく似ているということです。ここでは簡単に比較してみます。上がマニ島です。USA です。下がドゴン、マリ、アフリカです。で、比較してみるとですね、大変よく似ているのがわかります。作り方も大変よく似ています。崖の下にね、住居を作れば、誰だって同じように作ると言われればそれまでですけども、果たしてこれは偶然の一致なのでしょうか。上がマニ島、下が、ドゴン族の、崖住居ということになります。皆さん自身で判断してください。崖の中にですね、このような住居が築いてあるというわけです。見た感じも、大変よく似ていますけども、作り方のコンセプトもやはり同じということですね。日干しレンガなのか、岩なのかはわかりませんけども、
そうしたものでこのように住居が作ってあるということです。円筒形の住居、そして立方体の住居、直方体の住居がですね、まあ、このように組み合わさって建てられているということです。屋根の作り方は全く同じですね。まあ、これをどう理解したらよいかってことになります。そしてここにですね、いわゆるまあ、ドゴン族の特有のですね、まあ、木の棒が刺してある点に注意してください。同じようなものがですね、両方にあるということです。もうこれも偶然の一致かということになります。上がマニ島ですね。家の壁に、まあ、木材だと思いますけど、それがこのように突き刺してあります。あるいははみ出ています。下はドゴン族のそれですが、やはり大変よく似ていると、あるいは同じと私は判断します。お互いに影響し合っているのでしょうか、ないのでしょうか。林浩氏のナスカ理論を使って調べてみます。ナスカです。で、この右下から引いてきた線は、これはマリ、ドゴン族の先ほどの崖住居から引いてきた線です。座標はウィキペディアに載っていた座標を使いました。そこから引いてきますと、このように、まあ、細いですけども、滑走路が見つかるということですね。もう一度やっていますから、中部がご覧くださいね。この黄色い線です。少し見にくいかもしれませんけども、この黄色い線は、この滑走路と重なります。この滑走路を記憶しておいてください。今度は、マニ島から線を引いています。上から引いてきました。この黄色い線です。やや右より上から引いてきた線が、マニ島から引いてきた線です。やはり滑走路が見つかります。ただ、この滑走路は、ほんのわずかですけども、見た目にはわかりませんけども、この滑走路自体を斜めに横切って繋がっています。まあ、少しエラーがあるということですね。まあ、見た目にはわかりません。で、先ほどの、マリから引いてきた滑走路と、このやや右寄りの中心点で重なります。つまり、私のナスカ理論によればですね、まあ、このように、ドゴン族のマリと、それからマニ島は何らかの形で、まあ、繋がっているということになりますけども、滑走路が、まあ、はっきり言えば貧弱で短いものですから断言はできません。あくまでも参考的に、まあ、参考にしてください。が、ここで大変興味深い事実が浮かび上がってきました。右上がですね、マニ島です。そして左下がプライス・インタグリオス・ジャイアントです。その新直線下に、あのメサ・ヴェルデ遺跡があります。これは偶然なのでしょうか？何度も精査してきたメサ・ヴェルデですけども、簡単に皆さんに紹介します。メサ・ヴェルデへ案内します。マニ島とブライスの新直線下にあります。エラーは4キロ弱です。これがメサ・ヴェルデの遺跡です。謎の遺跡ということになっています。やはりこのメサ・ヴェルデもですね、崖住居になっています。カリフ・デュエディングズになっています。そして同じように、まあ、円形の広場が作ってあるということですね。で、まあ、メサ・ヴェルデとマニ島は距離的には近いですから、百数十キロですから、まあ、似ていてもおかしくはないという範囲に入るわけですね。ですから、まあ、ここでは比較はしません。まあ、似ていてもおかしくない距離にあるということです。これがメサ・ヴェルデです。メサ・ヴェルデですね。そしてそのマニ島とメサ・ヴェルデは、ブライスでつながっています。ブライス・インタグリウスは、これは道路標識です。by 林浩司説です。それぞれの関節が、まあ、一つのポイントになっていまして、関節同士をつなぐことによって、世界の拠点へとつながっています。この向かって左側の上腕の部分は、メサ・ヴェルデを指しています。と同時に、言うまでもなく、マニ島を示しています。まあ、こうして、ブライス・インタグリウスは方向指示として機能しているということになります。
まあ、ブルーのラインと黄色いライン、それぞれの地点から引いてきましたけども、重なるのは、まあ、当然ということになります。そして、右上がマニトー、左下が、ブライス・インタグリウスです。そして、この黄色い線はですね、メサ・ベルテを、まあ、進捗線下に横切ります。で、この赤い線がマニトーと、それから、ブライスを繋いだ線ですけども、その間のエラーは、3.5キロですね。ごめんなさい。たったの 3.5 キロです。まあ、進捗線下にあると見て良いわけですね。メサ・ベルテも広い、まあ、かなり広い範囲に渡っている遺跡ということになります。このようにして、ブライス・インタグリウス・ジャイアントとマニトー、それにメサ・ベルテ、さらにはナスカとは密接に関係し合っています。で、さらなる検証はですね、レイナルド・ルナさんの報告を待ってからしてみたいと思います。今は一応ペンディングということにしておきます。で、結論ということになりますけども、上のマニトーの遺跡と、そしてドゴン族の遺跡は大変よく似ている。まあ、酷似しているということですね。何かのつながりを私は深く感じます。まあ、今日はその程度で留めておきます。ブライス・インタグリウスの情報が入りましたら、まだこの動画の続きを作ってみたいと思います。まあ、ここではですね、まあ、距離的に考えても関連し合うはずもない二つの、まあ、遺跡といいますか、文化、文明がですね、まあ、このような形で繋がっているということです。上は USA のマニトーです。下が、ドゴン族、マリのドゴン族の崖住居ということになります。作り方のコンセプトも大変よく似ているということですね。まあ、これを偶然というか言わないかは、まあ、皆さんの判断によると思います。Thank you very much for your offer, Mr. Reynaldo Luna. I'm looking forward to hearing from you very soon. 広島市、浜松市、Japan.For modern people of today, urban planning is a technical and political process concerned with the development and design of land use and the built environment, including water and the infrastructure passing into and out of urban areas and the provisions of municipal services to residents and visitors.Urban planning deals with physical layout of human settlements, and it is a very important part of works when constructing villages as well as big cities and towns. Then how about ancient towns and villages about which I, Hiroshi Hayashi, drew a conclusion that they must have been constructed long time ago in ancient times with the help of extraterrestrials.They are so messy when viewed from above, and there seems to have been no urban planning so far as a view them now. Yes, so messy. But why? Here I show you in this video some of these examples taking up ancient cities in Mesopotamia, Machu Picchu in Peru, Kawachi ruins in Nazca, andCliff dwellings in Manito, USA, and Dagans in Mali, Africa. I just wonder how come they are so messy as we view now. But why? It is a mystery, isn't it? 都市計画は都市や町のみならず村づくりにおいても集落づくりの基本ではないでしょうか。が私が今まで調べてきたところ、つまり明らかに
外惑星人の関与があったと判断している村についてですが、どの村も共通してごちゃごちゃであることには驚かされます。ごちゃごちゃです。英語ではメッシーと言いますが、どうしてなのでしょうか。謎というよりは皆さん自身の目でまずそれを確かめてみてほしいと思います。メソポタミアの古代都市、ペルーのマチュピッチュ、それにナスカの河内遺跡、ついでに USA のマニトーおよびアフリカのドゴン族の崖住居、つまりクリフ・デュエリングの例をここに挙げておきます。ヒロシハヤシ、ハイメマシティ、ジャパン。まず皆さんをメソポタミアへ案内します。その中の代表的な都市ウルクへ案内します。メソポタミアのウルクです。ウルクが私が知る範囲では最も、まあ、なんて言いますかね、古代の都市の雰囲気を残しているわけですけども、メソポタミアの都市の遺跡の写真を集めてみました。こうした遺跡が残っているわけですけども、どうやって人は往来したのか、どうやって生活していたのか、どうやって行き来していたのかということを考えていると全くわからなくなります。つまり家波と言いますかね、町波がごちゃごちゃだからです。このマチュピッチュについてはですね、生活習がしないと言いますか、集落としての機能を果たしていないというふうに私は考えています。つまり人を収容するだけの施設ではなかったかとです。それについては別のところで論じましたので、まあ、ここではですね、このように都市といいますか村の様子が空から見たときにですね、ごちゃごちゃになっている点に注意してください。まあ、これらの都市はですね、明らかに ET すなわち外惑星人の関与があったと、まあ、検出についてですね、外惑星人の関与があったと私林博士は反対していますけれども、そういうなんて言いますか、知的な痕跡と言いますかね、現代人的な痕跡がどこにもないのが大変気になります。ということで今日はこの都市の構造といいますか、在り方についての謎について考えてみたいと思いますが、もちろん結論はありませんが、こうした事実をどのように解釈するかについて、私は次の2つのことが考えられると思います。一つは、そもそも外惑星人たちはですね、人間に建設の指導はしなかったということですね。で、もう一つは、そもそも地球へやってきたこのタイプの外惑星人たちは、まあ、こういう建設のためのと言いますかね、建設の思考回路を持っていたということなんですね。で、私はこういう住居を見るとですね、そもそもこうしたところに住んでいるって言いますか、いた人たちを指導した外惑星人たちにはですね、つまり私たちが持っているような、まあ、都市計画的な思考回路はなかったのではないか、またそういう都市計画を必要とするところの住人ではなかったのではないかというふうに考え始めています。上がマニトーの USA のね、崖住居です。下がドゴン族、アフリカのマリのですね、ドゴン族の崖住居ですけども、まあ、これらは大変よく似ているわけです。まあ、今日のテーマではありませんので、まあ、見ていただくとしたらですね、まあ、ごちゃごちゃだなあというふうに感じ取っていただければ良いと思います。私はこういう、まあ、住居跡を見てですね、まあ、ごちゃごちゃだなあという印象を持っていました。と同時にですね、まあ、外惑星人の指導を受けた人たちであるならば、もう少し、まあ、なんとかならなかったものかなというふうには
常々考えていました。それでまあこのように取り上げてみたわけですけども、言い換えるとそもそも外惑星人たちにはですね、いわゆる私たちの現代人が持っているような都市計画的な、まあ、構図といいますかね、プランニングはなかったのではないかと考えるようになったわけです。例えばあくまでも例えばの話ですけども、 SF 的な例えばの話ですけども、もし例えばですよ、地底に住んでいる、まあ、地底人のような知的生命体であるならば、まあ、例えば地球の表面に住んでいる人間とは違った建設概念を持っている、いたのではないかと、まあ、私は考えているわけです。例えばですよ、水中に住むイルカが進化したような場合、彼らはどんな住居を作るかということも、まあ、一つのヒントになるのではないでしょうか。まあ、水中であるならばですね、通路、人間が考えるような通路、道路というものは考えなくても良いということになるのではないでしょうか、というような建設概念がですね、このような住居の、まあ、後を見るとですね、建設概念として反映されているのではないかということになります。あくまでもと言いますか、人間中心のこの地球の表面に這いつくばって生きている人間中心のものの考え方では解釈できないのではないでしょうか、というのが私のこの動画の結論ということになります。 Bye for now.